まあ、今日はね、なんかいっぱい手紙が来ました。3社で一つ一つ見ていきましょう。まずね、任天堂ね。で、株式関係書類在中とあります。はい、ちょっと見ていきますかね。さあ、多分ね、株主総会の結果が出てると思うんですね。はい、ではまずね、配当金だ。私ね、100株なんですね。で、1株当たり123円、1万2300円の配当がありました。はい。で、それが振り込まれますよということですね。受け取りは証券会社口座ということで。はい。で、各位ということで、なんでしょう。業績及び見通しについてお知らせするために、株主、様向け、期末報告書を作成してお届けしておりましたが、今回より廃止させていただくことになりました。初めてなんでね。主な情報は、当社ウェブサイトの株主投資家向け情報を見るということですね。なお、中間期におきましては株主様向けに報告書を引き続き作成し、12月上旬頃お届けしますということで。はい。じゃあ、中間発表ね、それは期待したいと思います。はい。で、じゃあ、あれだね、1万2000入るんですけど、年に2回ということなんだね。はい。で、任天堂ね、もともとね、600万以上の銘柄だったんですよ。はい。で、10分割してます。はい。で、100株で600万でとても買えなかったですね。で、10分割して60万円ぐらいになった時に私は買いました。はい。で、さらにね、今、株価が上がり続けているということでね、とてもね、いい銘柄に出くわすことができたのかなというふうに思っています。はい。これからもね、任天堂スイッチね、ゲームメーカーなんですけども、ゲーム機もね、とてもいい、優秀なゲーム機なんで、これからも応援していきたいと思います。はい。で、これはですね、配当金のお知らせでした。お知らせが来た話でした。以上です。